ったんだけどさ、今のロールを早送りしたらどんな感じになるんだろう。さあ、今日も吹奏楽動画なんですが、今日はね、皆さんからよく聞かれる質問にお答えしたいと思います。多分ね、質問コーナーとかでも取り上げたことがあるんだけど、吹奏楽部に入って良かったなって思うことは何ですかってよく聞かれるんですよね。なんだろう、演奏面にしても生活面にしてもいろいろいいことってたくさんあったんですよ。多分吹奏楽部に入っていたからこそ今の自分がいるって言っても過言ではないと思います。まあ他の部活の人もそうだと思うんですよ。野球部に入っていたから今の自分がいるみたいな、バレー部に入っていたから今の自分がいる、多分同じことだと思うんですよね。今日は僕が思った吹奏楽に入って良かったこと、そしてちょっと悪かったことご紹介していきたいと思います。僕のことを知って吹奏楽に入ろうかどうか悩んでいる人のためにもおすすめの動画かと思われます。ぜひ参考にしていただければと思います。それじゃあ早速行ってみよう。まず僕がパッと思い浮かぶのは、今でも後輩と仲良くできていること。結構動画でも言ってると思うんですけど、僕友達が本当にいなくて、友達がいない中唯一仲良くしてくれているのが後輩、打楽器パートの後輩。現役時代もね、夏休みに入ったら遊んだりとか、僕が専門学校行ってて他の後輩がまだ現役でやってる時に、僕が地元帰ってきた時になんか遊びに行ったりとか、飯に行ったりとか、もしくはみんながね、進学とか就職とかした後にも一回集まったこともあります。今はねまたしばらく会えてないんだけれども、そういう人とのつながりっていうのはね、すごくいいものだと思います。今の後輩、その3人いるんだけど、その後輩は僕にとって本当に大切な存在です。今でも会えてない今でも連絡取れてない今でもね、その3人ってすごい大切な存在です。他校の人とのつながりもですね、僕はあんまり他校の人と一緒に演奏したりとか合宿したりっていうのはそんなに経験がない方なんですけれども、そこで出会った人たちとなんか連絡先交換してやり取りしてっていうのはやっぱり楽しかったですね。現役時代は、今となってはね、その人たちとは全く連絡は取ってないんですけど、一つの思い出としてとても心に残っていますね。現役時代僕を知っている方はぜひTwitter でダイレクトメール送ってきてください。あと何より大きかったのがね、高校3年生の時に転任してきた顧問の先生との出会い。これも質問コーナーかなんか吹奏楽の動画で言ったと思うんですけど、その顧問の先生が所属している団体に今僕も所属してるんですけど、今も吹奏楽を続けていられるのもその先生のおかげだし、それをきっかけにまあいろんな人との接する機会も増えたりだとか、楽しく演奏するっていうことを続けていられているのは本当にその先生のおかげですね。とは言ってもね、今1年くらい本当に参加できてないんですけれども、まあ YouTubeとかでなんか有名になったらね、なんか近々報告できたらいいなって思っております。多分しばらくないな報告は。生活面で言ったら挨拶返事とかですね、やっぱり挨拶はもう社会に出たら絶対必要なもんですからね。大抵の部活はね、その挨拶とかは大切にしてるとは思うんですけれども、勝手なイメージだけど吹奏楽ってそういうのすごい厳しいなって思ってるんですよ。コンクールの舞台裏での挨拶のこんにちはの飛び交いがすごいんだよね。傍から見たらすごい光景だけど、今考えてみればそういうのがあってこその今しっかり挨拶ができてるんだなって自分で思いますね。あと少しは自発的になれたかな。先輩が掃除してたら先輩変わりますみたいなさ、あとやっぱり意見を言ったりだとかっていうのも大切だからさ、そういう自発的な部分はそういうもので鍛えられたような気がします。演奏面だけじゃなくてね、そういう生活面とか精神面で鍛えられるっていう部分もまたいいかなって思います。一人一人がさ、なんかクラリネット吹いて、フルート吹いて、トランペット吹いて、チューバ吹いて、打楽器叩いてっていう、それぞれに違う楽器で違うパートを吹いて、違うものを吹いて、それで一つの演奏を成り立てるって普通に考えたら当たり前なんだけど、みんなで一つのものを作り上げるっていうのは本当にね、素晴らしいことだと思います。作り上げた演奏をねコンクールで発表して、そこでゴールド金賞ってなった時にはもうギャーマジでやってよかったなって思いますよね。まあ他にもね、いいことたくさんあるんだけど、これ以上喋ると本当に1時間くらいの動画になっちゃうんで、ここら辺でやめておきます。で、悪いことなんだけど、まあほとんどないよ。ないんだけど、僕はそんなにあんまり感じなかったけど、多分人間関係で苦労されてる
部活が多いと思われます。みんなで同じものを作ってるからこそそこにねじれができることによってちょっとしたことでも大きなギスギスになったりってするんですよ。ギスギスがもう重なってもすごいことになってる部活も多分中にはあると思うんですよ。そういう大変なことを乗り越えた先にあるその演奏はやっぱりきっと素晴らしいものになると思うんですよ。今うちの部活ギスギスしてるなって思うところはね、そこ突破しちゃったらもう強くなれますよ絶対。吹奏楽好きな人だったら別に大して気にならないと思うんだけど、休みが少ない、みんなが遊んでるのに自分だけ部活かって思うこともたまにはあります。休みができたらできたで、まあどうしたらいいかわからない時もあるけどね。あともこれはね大したことじゃないんだけど、楽器運搬が大変。管楽器の人思ったことないのかな、なんで打楽器を私たちが運ばないといけないのみたいな。僕は打楽器だったからそれが当たり前だったんだけど、管楽器の人はどういう気持ちで運んでくれてるのかなってなんか今疑問に思った。これがないとダメだから私たちももちろん運ぶよみたいな良心的な気持ちなのか、なんで私トロンボーンなのにこんなでっけ打楽器運ばねえとみたいな気持ちがあるのかな。あ、トロンボーンの人悪く言ってるわけじゃないからね、今例えで出しちゃったからごめんなさい。以上が僕が思った吹奏楽に入って良かったことと悪かったことですね。まあ吹奏楽の現役を引退した時に結局最終的には良かったなって思ってる人がほとんどだと思います。その部活も楽しいことがあれば辛いこともあると思うので、吹奏楽は吹奏楽でしか味わえない何かがきっとあると思うので、ちょっと興味がある方はね、なんか体験入部からまずスタートしてみて、吹奏楽ってどういうもんなのかなって、まあ実際演奏とか本番とか見たりして、それでね入ろうかどうか悩んで決めるのがいいかと思います。そして今現役でやってる皆さんも最終的にはきっと良かった、入って良かったって思えるように後悔なく今を楽しんでください。ということで今日はこんな感じでどうでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。